72式魚雷は海上自衛隊が運用していた超魚雷。魚雷艇及び潜水艦に対浮上航行潜水艦、対水上艦向け兵装として搭載されていた。非誘導魚雷であり、1972年に正式採用され、1994年に運用が終了した。開発、製造は三菱重工業。開発中の名称は G-5B。 海上自衛隊では、創設間もない1954年より、旧海軍の酸素魚雷の技術をもとに、新型魚雷の開発に着手した。この新型魚雷は G-5 と故障され、昭和39年度まで研究が続けられたが、実用化には至らなかった。なお、この時並行して開発された、ホーミング誘導式の電気式魚雷が、姿勢54式魚雷であった。その後、 昭和40年度より思想距離の延伸を目的として新型機関を搭載した G-5B の開発が開始された。技術的な不確定要素が大きいことから研究施策によって開発に着手し昭和42年度に基本要目が策定された。当初は燃料にアルコール、 酸化剤に硝酸を用いるレシプロエンジンで開発が進められたが、硝酸の取り扱い辛さや排出機体の問題が生じた。その後、過酸化水素の取り扱いに関する情報が入手できたこともあって、酸化剤はこちらに変更された。これにより排気も水蒸気二酸化炭素となったため、鉱石もなくすことができた。昭和47年度に72式魚雷。 i 型として正式化され、海上自衛隊の魚雷艇と潜水艦に搭載された。1980年代になると、潜水艦は、これに代わりハープーン体艦ミサイルを装備するようになり、魚雷艇も、最後の15号魚雷艇が1994年に退役したことから、72式魚雷門用が終了し、順次廃棄された。ありがとうございます。